はい、ということで決勝進出を決めた、ビエラ選手です。一旦マイクを、はい、昨日ね、あんだけね、いろいろ意気込みはね言ってたけど、はい、しっかり結果として、そうですね、もう巡り合わせと体調が良かったのかな。ちょっとね、あのデイ2の予選ではちょっと、どうかなと、ちょっと2敗してちょっと個人的には大丈夫かみたいなところあったんですけど、どうだった？2敗してたんですけど、あのオポネントがもう異常に高くて、もう5人やったら絶対いけるって感じで、最終戦で、去年の世界チャンピオンの、どうだった？それね、映せなくて。ああ、なるほど。そう、どういう戦いだったんですか？そうですね、いや、構築で、結構僕が対策してた部類だったんですよ、はい、それで、もう彼のプレイング上手いから予想外のことをされたんですけど、まあ僕がギリギリその構築有利のアドバンテージを保ちつつ、まあ、勝てたという感じでしたね。なるほど。え、2勝0、あ、2勝0敗です、はい、もうストレートで、そうです、1回取られたらもう1回取られるぐらいの勢いあるんで、ほんま、はい、2回目勝てたのは本当にでかかったと思います。それでまあ決勝というか、なんていうか、ね、決めて、いや、すごいですね、よかったね。いや、本当に、いや、もうマジよかった。お前しかいないと思ってはマジで決勝行くのは、いや、まあ僕しかいないと思ってます。日本一としての尊厳を保つためにも、日本はすごく頑張りました。尊厳を取り戻す、はい、昨日ね、そうです。でもどうで、蹴蓋開いてみたらデイ2は日本のね、そうなんですよ、選手がボコボコで、8分の7で、はい、8分の7です。びっくりしました。はい、もう準決勝、最初に、準々決勝か、最初に始まったトニー選手とね、ドイツの選手の試合もあっさりこうトニー選手が蹴散らして、もう決勝というか日本人チャンピオン確定というね、そうですね、状況になったわけなんですけども、まあもうこれで大手、明日1試合ですけど、はい、どういう気持ちで、まあまあもう一つ、気持ちは一つだと思うんですけどね、そう、勝つつもりでいます、はい、絶対勝ちます。結構ビエラは妥協がない人間なんで、もう準優勝はありえないっていう姿勢がもう常日頃から感じられるタイプの人間なんでね、まあ、そうですね、努力は人並みではないです。ここで満足するような人間ではない。世界一はまだ序章だと、宇宙一になって初めて自分の進化を発揮されるということですかね、明日優勝して。はい、いや、でもどうですか、正直上位陣8分の7で日本人ということになって、ちょっと気が抜けたりしませんでした？いや、でもやっぱ自分が勝ちたいんで、日本人が多いと、ね、なんかみたいな、逆に何も嬉しくないですよ、僕は。でも昨日ほら、日本人、そうですね、でもほら言ってたじゃないですか。そうですね、僕が理想としてたのは日本人ばっかり上がって、それでも僕が勝つことが理想的。じゃあもう理想的な流れの再現。はい、そう、だから8分の7やで、しかも下手したら8分の8で日本人選手っていう可能性まであったからね。そうですね、ギリギリまで、最後までなんか安松さんが森山さんに勝ってたら、なんか8分の8日本人だったっていう噂が、オポネント的にも、はい、もう本当にね、この大会はなんというか、日本人選手がもう完全に暴れまくりで、もう暴れまくりっすね。なんか蓋を開いてみたら、これがあのデイ2の国別なんですが、まあ、2位アメリカ18人出てるんですけど、1人も準々、まあ、ベスト8に残らず、なんかこう USA が聞けないわけですよ。どうしてくれるんですか。僕はちょっと若干 USA を聞きに来たところあるんですよね。そうなんですか、はい、いけなく終わりましたよ、まあ、日本人が強かったんで、まあ、仕方ないかな、はい、でも去年まではなかなかね、そういうことは、まあ、ちょっとねシャロン君とも話したんだけど、何が違いますか、一番大きく。まあ、なんかって言われるかもしれないですけど、メンツですかね、出てるメンツですかね。なるほど、メンツが違う。そうですね、今年は結構、まあ、去年の世界人とも結構変わってたんで。対戦相手ということですか。いや、自分たちがですか。自分たち、そうそうです、まあ、
なんか去年の人よりは今年の人の方が外国の方との対戦が得意な部類だったんじゃないかなっていう感じはありますね。さすがに勝ちすぎなんで。まあそうだよね、勝ちすぎ、やっぱり思う、勝ちすぎだと。いや勝ちすぎよな、勝ちすぎ、これは勝ちすぎです。だってこの公式大会、世界大会始まって2007年ぐらいとかから見て初めてじゃない、こんなに日本人勝ってるの。そうだね。お前コメント来てるぞ、お前昨日勝てない言うたやんけって。まあ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 。そういうこともある。そういうこともある。言ってることコロコロ変わって、まあ、ただシャロン君と話してたのは、まあ、やはりその Day2 に進んだ選手が多かったっていうことで、まあ、その日本人選手一人一人の精神的な、まあ、余裕っていうのが、まあ、例年よりも持てているから、まあ、力が出せているんじゃないかというふうな、まあ、結論に勝手に至ってるわけなんですけど、まあ、どうですかねその辺は。やっぱり、まあ、単純に人数が多かったっていうのはね、今年は人数攻めがかなり効いてたんじゃないですか。デイワン制度のおかげで、もともと6人だった代表が19人、10まで膨れ上がって、結構数の暴力感が。そうだね、本当にやばいと思う、マジで。というかですね、このニコニコのブースの目の前に日本人選手ですかね、おそらく大量に来て、そうですね、いただいてるわけなんですけど、準々決勝ベスト8に残った選手この中にいらっしゃいますか。よかったら何かお呼びしたいかなと思うんですけど、ベスト8いない、ハヤトさんがおるんかな、そこにベスト8入った人おる。スカーさんいんじゃん、スカーさん。歌ります。よかったらどういう感じにすればいいんやろ。そうですね、あマイクってある ある俺らが外す。そうだね、ちょっと若干立ちますか。そうですね、はい、インタビュー形式にしたいと思うんですけど、はい、ベスト8に進出したのが、まあ、ちょっとシャロン君がちょっと司会側にこっちに来てもらって、ビエラ君がちょっと選手側の方に行っていただきましょうか。でちょっとねマイクがあれなんですけど、はい、じゃあ僕のマイクでね、あのマイクサポートするんで、僕のツイッターフォローしてください。高橋隼人っていう人です。今日はガッツリこうつけちゃった。今日の対戦どういうことなんですか。ベスト8まで今日どこまで行ったんですか。はい、今日はスイスで、はい、まあ、6じゃあ5に、うん、でまあベスト8スイスの 7に入っ、うん、7位に入って、おーおーおー、で、まあ、トーナメント行きました。うん、今日勝ててなんかこの、まあ、ベスト8に残れた気持ちというか、はい、気持ちいい、はい、あんまりでも実感はないです。実感はない。いやでもとんでもないですからね、はい、8人中7人が日本人選手で固めて、いやなんかまあ一時代をある意味築いたんじゃないですか今年の世界大会で。そうですね、はい、と思うんですけど、はい、どうぞスカーさん、あのスカーさん、はい、今日はあの、はい、ビジョンで何度か、そうですね、ビジョンで、はい、映りましたね、だったんですけど、はい、ちょっと緊張しましたかあそこでのプレーは。いや対戦は全然緊張しないですけど、その後のインタビューの方がむしろ緊張しました。はい、対戦は全然緊張しませんでした。はい、はい、まあ今年 Day2 でこれだけの成績が、まあ、日本全体で出てて、ね、まあ、個人的にもおそらく非常にいい結果が、はい、まあ、
出たという認識でよろしいですか。正直めちゃくちゃ悔しいですけど、はい、本当は、うん、やっぱり悔しいですけど、でも今年は D1 から参加して、うん、まあ、ここまで来れると思ってなかったっていうと言い過ぎかもしれないですけど、正直まあできすぎっちゃできすぎかもしれないです。まあ、デイワンからの参加で、はい、まずデイワン勝ち抜かないといけないですじゃないですか。そうですね。で、デイワンはまあ30人、約30人という枠の中、まあ、11人の日本人選手がまあ突破したわけなんですけど、まあ、約3分の1をそうです、ね、まあ、そこでも占めて、まあ、デイワンの戦いとか、まあ、デイツーでの戦いとか、まあ、ちょっと違ったりとかしましたか。そうですね、やっぱりどうやって勝っていくかっていうのはだいぶ違いましたし、うん、デイワンは正直抜けるのは D2 のトップカップに比べるとすごい楽なので、うん、2回負けてもいいから4回勝てる構築っていうのをしっかり準備してきて、はい、で今日はしっかり本当に勝てる構築っていうのを準備してきて、パーティーはやはりじゃあ変えたという、変えました、はい、今朝まで考えてギリギリまで育成して準備しました。なるほど、やばいな、ぶっつけ本番構築、本当に今日はぶっつけ本番構築、それで抜けるのはほんまにすごいと思う。1回も回してない、なんか僕はですね、ちょっと世界大会、まあ、基本的に決勝トーナメントから、まあ、毎年見てたんですけど、はい、あの D2 抜けるのがこんなに大変なものなのかと、初めてこう見てて思ったんですけど、まさかその中で7人も突破すると、なんだ意外とちょろいんじゃないのかと。僕2年連続去年も参加してるんですけど、はい、去年2連勝スタートしてこれはいけると思ったらそこから4連敗して、はい、本当に去年はすっげー沈んじゃってダメだったんです。だから今年は絶対トップカット目指そうっていう、はい、もう D1 抜けた時点でトップカットは本当に狙ってて、でもそれでも今日2戦目で負けちゃったんですけど、そこからやっぱり 3,4,5,6 なんと全勝できたんで、すごい、そこ持ち直せたポイントとしては、ね、去年はそうじゃなくて今年がそうできたポイントっていうのは何かありますか。負けた時にやっぱりその自暴自棄にならずにもう一回冷静に考え直してしっかりそのミスなく自分のプレーを貫けたっていうのは大きかったです。もう完全になんですけど、シャノン君ね、我々ね今日一日いろいろ話してたけどメンタル的に成長して、ただみんな自分の力が常に断続的に出せてただけだと思うよ。やっぱり日本もともと強いんだよきっと、うん。はい、ということで、はい、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。そろそろもう放送もいい時間なので、なんですけど、最後にじゃあ決勝進出するのってビエラ君と BIDC さんでしたよ。もう一人誰なんですか。BIDC さん。え、トニー君負けた。そうなんや、でも俺が倒さなな。倒さなあかんな。はい。と、BIDC さんなんですけど、ちょっと今にもいらっしゃらないですよ。そうですね。はい。なるほど。はい。でもここでなんかミエラ君となんか BIDC さん横にこう来てなんかこうバチバチみたいなことなるならないですよね。大丈夫ですよね。知り合いやから大丈夫です。あでもなんかね、多分昨日デイワンのさ生放送を見てる人からするとさ、ビエラ君が勝つとなんか結構嬉しいのと短弁さ、ちょっと変な違和感があるんじゃないかなみたいな。違和感、うん、あ昨日まで喋ってた人が決勝、そう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 、なんかすげえこう注目の的になってさ、なんだあいつみたいな。なんか今日、うん、すごい応援してくれたから、ありがとうニコニコのみんな。いや、コスケさんもなんかめっちゃ応援してたよ。まあ、それはさすがにね、いや昨日応援というか、やっぱね、昨日一日手伝ってもらって、はい、引き目では見ちゃうよね、うん、ビエラ君のことをね、うん、それはありがたいですね、うん、ただまあ、だいたいビエラ君の試合、打ってたの負けてたんだけどね、ビエラ君。あ、打ってたの負けてたんですか。そう。あ、そっか、そうやったかな、うん、まあちょっと不穏ですね、それは。不穏ですね、結構。まあ、でも映ってないところでは結構頑張ってたんで、セジュン君との試合見たかった。そう、ね、見なかったっすよね。いや、かなりいい試合やったと自分でも思うんですけど、見てた人がなんかあれマジで動画上げてよぐらいなんかもうめちゃくちゃうわーって感動してて、なんかすごい試合でした、ね、マジで。結構セジュンとも因縁あるもんな。いや、僕も日韓戦とか。そうですね、もういろんなところでセジュンにもボコボコにされてるんで。で話をねしたんだよ、お前がセジュンと当たった時に。いやでも今回はほんまに、うん、セジュン倒せたのもほんまに俺の中で大きいな、壁の一つやと。はいはい、じゃあ、はい、わかりました。それではここで、はい、
ニコニコの皆さんとお別れしたいと思います。明日なんですけれども、いつ今日と同じような時間帯で始まるんですが、決勝戦がですね、かなり遅い時間、こっちの時間で言うと遅いんですけど、日本時間で言うと全然遅くないです。朝の7時ぐらい、はい、みんなわからないので最初から見てください。はい、そうですね。で、おそらく時間がですね、ずっとカードゲームを流している感じですか。つまり僕は何もしなくてもいい、大丈夫、頑張ります。はい、合間合間に、まあ、もしね、日本選手の、お時間があったら、いろんなお話をね、昨日どうだったかとか、決勝戦どんな感じになると思うとか、いろいろ、お話を聞きつつ、現地のことを、お伝えできればいいかなと、今は適当にそうやって思っています。なるほど。はい、じゃあ最後ビエラ君、はい、そうですね、明日への意気込みを。はい、決勝、進出しましたビエラです。明日の世界 J3 ですね、勝って優勝したいと思います。あとツイッターフォローお願いします。今日は実況をさせていただきましたシャロンです。明日も実況になります。明日の決勝戦も実況させていただきますんで、よろしくお願いします。あとツイッターフォローお願いします。ツイッターフォローお願いします。ありがとうございました。はい、それでは以上、WCS、ポケモン世界大会 in ボストンから、お送りしました。バイバイ。